Engine for the Life。 車で行こうです。今日ご紹介する車はトヨタの5ナンバーサイズの最小ミニバンシエンタです。今日はスタジオに開発者の方にお越しいただいてじっくりとお話を伺っていきます。2003年に発売されて以来マイナーチェンジをしながらも2010年に一旦販売を中止、ファンからの強い要望を受け約1年で生産販売が再開されたというシエンタ、今回のフルモデルチェンジも大きな注目を集めています。そうですね。それでは試乗の前にまずはポイントから見ていきましょう。フルモデルチェンジしたトヨタシエンタ、先代から大きく生まれ変わったエクステリアデザインはアクティブ&ファンをコンセプトに、特徴的な色使いとともに動的な印象を与え、軽快でカジュアルな印象に仕上がっています。インテリアデザインも機能性と操作性を向上、全体に統一感を持たせながらオレンジをアクセントカラーに、遊び心とドライブへの期待感を持たせるような仕上がりです。大きな窓と両側スライドドア、7人乗車を可能にしたスペースを日常の取り回しにも便利な5ナンバーサイズのボディに確保したパッケージングは、長い間ファンを満足させてきたこの車の最大の個性です。ラインナップは 1.5 リッターの自然吸気エンジンモデルとハイブリッドモデルを用意、それぞれに6人乗りと7人乗りを設定しています。トヨタシエンタ、価格は168万9709円からとなっています。キャラクターを大きく変えて登場したシエンタ、今回初搭載されたハイブリッドの走りも気になりますね。はい、CM の後はいよいよ試乗です。Engine for the Life。 新型シエンタに試乗をしています。シエンタ、先代はものすごく、ロングライフだったんですね。で、そうこうしているうちにやはりそのホンダのフリードが出てきて、パッケージングとか走りとかそういったことではもう明らかにこう負けていたというわけで、新型がホンダのフリードをベンチマークにしてきたというのはまず間違いないだろうと思います。なんといっても外観がとても個性的です。万人受けする車ではなくて個性的な、デザインをしてきたというその心意気みたいなものに対しては非常に僕は前向きに捉えています。こういう小型で室内のスペースを重視した車というのは、やはりそのダッシュボードあたりもストーンと垂直に切り落とすようなデザインになることが多いんですけれども、あえてですねいろんなところにこうデコボコをつけてる、こういうデザインはやはり軽自動車にはないなと思うので、軽自動車との違いというのを結構こう重視、デザイン的にも重視してきているなと感じます。今試乗しているのが 1.5 リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドモデルです。料金所から加速をしていきますが、周りの流れに沿うぐらいのゆったりとした加速であれば、さほどエンジンの音というのは響いてこないんですけれども、ちょっとこう急いで、ぐーっと加速をしようとすると、こういうエンジンの音が割と容赦なく入ってきてしまうんですね。もう少し、遮音性これを高めてあげるともっとこう上質になるんですけどね。とはいえやはりこの車は、メインは街中で使う、そういうコンパクトミニバンなので、これから下道に降りて実力をチェックしていきます。一般道に降りてきました。今上り勾配です。ちょっとこの状態から加速をしようとすると、やはりエンジンがかなり仕事をするような状況になりますね。やはり上り勾配になると一般道でもそういう傾向が出てきますね。荒れた路面に入ってきました。こういうマンホールを乗り越える時のような大きくて尖った入力に対しては、この15インチのタイヤ結構うまく、吸収をしてくれてますね。この辺りは多分16インチよりもいいだろうなと思います。
まあ、逆にその路面のざらつきとかそういうところでいくと16インチの方がいいということなんで、できればそういう選択をユーザーに強いるのではなくて、まあ、両方いい結果につながるような足回りタイヤのセッティングチューニングですね、そのあたりができてくるともっといいなと思います。もう今時速20キロ30キロといったところなんですが、そこでのそのステアリングの重さ、これ、まあ、僕にはちょうどいいぐらいだなと感じるんですけれども、どうなんでしょうね、女性ユーザーが多い車だけにもうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと、僕は感じます。こういう、窓が大きくて、まあ、前だけじゃなくてサイドですね、この視界もとてもいい、ですからもっともっとこう狭い道とか、住宅街なんかに行ってもこの視界の良さというのは運転のしやすさにつながりますね。もちろん、ボディサイズが非常にこうコンパクトだということも含めてパッケージングの技術ですよね、これはとても素晴らしいと思います。これハイブリッドなので EV モードというのがあります。時速30キロまで行きましたけれども、まだエンジンかかってないですね。で、上り勾配なんですけれども、まだまだエンジンかけないで頑張ってます。はい、まあこのぐらい、あ、今ピピッと言って、エンジンがかかったんですけれども、これだとまあ平坦路であれば結構これ EV モード、バッテリーの残量が十分な時であれば EV モード、結構使えますね。で、まあ、このお車、もちろんそのホンダのフリードとガチンコ対決なんですけれども、軽自動車がどん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 増えていく中で、まあ、トヨタとしては軽にはできない7人乗りというのを武器に、もうその軽自動車マーケットに切り込んでいくと、今までその軽にどん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 流れていったお客さんをやはりこう引き戻す、そんな期待を秘めた車だと思いますね。まあ、僕としてはやはりそのこの車実際に乗って使ってみて、軽にはできないことがいろいろこうできるというのを実感できたので、やはりこの車、まあ人気が出るのも当然だなと思いましたね。それでは安全性の評価に行きましょう。トヨタシエンタの安全性評価このようになりました。三角、バツ、三角三角三角ですね、総合評価は頑張りましょうとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ289キロ走ってリッターあたり 14.5 キロでした。ともちゃんどうでした？はい、街乗りで扱いやすいサイズ感が良かったですし、なんか機能性も良くてすごく毎日使って楽しくなれそうだなって思いました。デザインも含めてね、楽しいなっていう感じのある車でしたよね。はいはい、今回メーカーの方にスタジオにお越しいただいています。トヨタ自動車の貝川博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。貝川さん、今回の新型シエンタなんですけれども、はい、先代はすごくロングライフでしたよね。12年、はい、でそれを引き継いで出てきた、かなりこれ、まあ、スライドドアの小型のミニバンっていうコンセプトは同じなんですけれども、はい、ガラッとキャラクター変わりましたね。そうですね、うん、特にデザインの分が大きく変わったと思います。うん、デザインは、デザイナーの方にどういう注文をしてこれを作っていったんでしょうか？はい、あの旧型はあの静かな静的なイメージだったんですけども、はい、今回のモデルは動的な、あの本当にあのすぐどっかに出かけたくなる、そんなイメージを持ってあのデザインしてもらいました。うん、なるほど。まあ、なんかインテリアなんかも含めて軽自動車にはできないことをやったんだろうなと僕は感じたんですけども、これはエクステリア外観に関してもそうですか？そうですね、はい、やっぱりミニバンってどうしても箱型っていうイメージが強いんですね。はい、でそれを今回は、そうではなくてもっとエモーショナルで埋没しないデザインをしっかり入れていくというのが、うん、大きな狙いになります。なるほどね。まあ、インテリアにしてもこのオレンジのアクセント、これも思い切りましたね。そうですね、至る所にあの遊び心を散りばめながらでも上質な、落ち着ける、まあ、モダンリビング、そんなイメージでやってます。うんうん、なるほどね。ともちゃん、なんかこのインテリアどうでした？いや、すごくうまく機能性を取り入れているところが素晴らしいなと思いましたね。うんうん、そうなんですね。結構小物入れとかありとあらゆるところにあって使いやすいんだけれども、何かこう実用一辺倒ではない。そうですね、機能は絶対に外してはいけない。ただ機能一辺倒では面白くない。うん、だから機能の中に遊び心をしっかり入れたデザイン、うん、そんなものを狙っています。うん、なるほど。はいはい、ここで気になるユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。スライドドアがついてますので、このモデルは電動開閉式のものになってましたね。そして今回は3列目に乗り込んでみたいと思うんですが、2列目はこのように簡単に跳ね上げられるんですよ。そしてこの足元をご覧ください。ワンステップで乗り込めて、そしてこの足元も広いんですね。すごく乗り込みやすいです。
そして3列目の空間です。身長162センチの私で、まずは膝前は原骨2つ分の状態、そしてシートの着座位置2列目よりちょっと高めになるんですが、原骨1つ分、そして嬉しかったのが、これ2人座りなんですが、ちゃんとここにドリンクホルダーなんかもついていて、配慮が行き届いているのが嬉しかったです。そして2列目のシート、これは原骨がこのように結構たくさん入って 2.5 個分、そして頭上の方は3列目よりちょっとゆとりが生まれて、ここがですね、なんと原骨3.5個分ですね、入りました。そしてこのように分割してシートスライドもできるので臨機応変に使えます。そして荷室のスペース、これミニバンの肝となると思うんですが、まず開口部がとても大きい、そしてフロアも低床になってます、これハイブリッドなんですけどね、そしてさらにシートアレンジは2列目をああやって立てて、3列目は床下にダイブダウンするような形になりますので、自転車なんかも積めますよね。いやー、こう見ていくとやっぱりすごいですね。いや、もう見事な実用性と言いますよね。早川さん、このパッケージングに関して、ハイブリッドとノーマルモデルとで何か違いというのはあるんですか？いや、全くないですね。全くない。ハイブリッドだから、狭くなる、そんなことはないようなパッケージングになっています。今までで言うとハイブリッドってやっぱりバッテリーを積まなきゃいけないんで、どうしても何かその荷室が高くなるとかっていうのあったんですけれども、これはじゃあバッテリーはどこに積んでるんですか？リア、2列目のシートの座ってる方の足元ですね、足の下に入っています。ですから、全くパッケージングには影響を与えないと。そのあたりもやっぱりこれだけたくさんハイブリッドを作ってくると、ノウハウっていうのが結構あるんでしょうね。苦労はしますけど、あと走りなんですけれども、これは走りで目指した方向性というのはどんなところにありますか？そうですね、まずは家族が乗るということで乗り心地の良さ、それから自然なステアリングですね、切ったら切った分だけ動くと、そういうところを狙って作っています。ハイブリッドとノーマルモデルで乗り比べたんですけれども、結構ちょっと違ってるなと思ったんですね。ハイブリッドの方がなんかこうどっしりしっとりしているような印象を受けたんですけれども。電池の重心が低くなっているというところもありますし、バネ上精神制御というのをハイブリッドには入れていますので、ピッチングを抑えるようなことをしています。その差が出ています。なるほど。そうするとハイブリッドというのは単に燃費を良くするだけではなくて、そのモーターを使って乗り心地にも寄与していると。使っています。なるほどね。ともちゃんこれ乗ってみて どんな印象を持ちました？はい、なんかすごくその走りやすさもありますし、でもそのハイブリッドならではの今の精神制御なんかも本当に快適にドライブすること、車自体の動きが落ち着いていたので、なんかすごくいいなって思います。あとあれですね、もうちょっと僕が思うに、全体的に静粛性がもうワンランク上がると、これは相当長距離行っても疲れないんじゃないかなと思ったんですけど、今後考えていきます。なるほど。はい、加代香さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は評価です。エンジンフォーザライフ。それではトヨタシエンタの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは個性的なデザインと高効率パッケージングの両立です。もう個性的なデザイン、これ見てお分かりいただけると思うんですけれども、文句なしに個性的なんですね。全員が100人中100人が好きというわけではないと思うんですけれども、でも半分以上の人はこれすごくいいなと思う、そんなようなデザイン、僕はいいなと、すごくいいなと思います。それをこのパッケージングと両立したことですね、これはもう今のところ日本車にしかできない高等技だと思います。×これは VTR でも言っていたんですけれども、全体的にやっぱりエンジンの音がちょっとこう大きめに聞こえるんですね。これをもっともっと抑えていくと、例えばファミリーで、ロングドライブに行ってももっとこう疲れにくい車になると思うんで、そのあたり今後の、進化に期待したいと思います。はい、私は丸なポイント、これはですね、機能性をアクティブなデザインに閉じ込めた小型ミニバンであるということです。ファミリー的なイメージから180度イメチェンしたシエンタなんですが、ファミリーの対極はバル系じゃなくて、誰もがアクティブに向き合えるスポーツウェア的な雰囲気に落とし込んできたあたりは、まさに意表をつかれたなと思いました。そして低床フロアがもたらす実用性、そしてかっこいいスタイルで表現してくるあたり、日本車に新たな価値を生み出した車なんじゃないかと思います。そしてバッテン、これはですね、ちょっと個人的に後ろの席に乗ってちょっと感じていたんですが、15インチ仕様の足回りちょっとごろつきが気になったかなと。今回ハイブリッドで特に踏み込んでいないときはちょっとエンジン音も静かになってくるので、ちょっとそのごろつきやロードノイズが気になった部分がありました。そのあたりはハイブリッドの16インチという選択も長距離ドライブではありかなと思います。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。
Engine for the life. 仕事をするような状況になりますね。やはり上り勾配になると一般道でもそういう傾向が出てきますね。荒れた路面に入ってきました。こういうマンホールを乗り越える時のような大きくて尖った入力に対しては、この15インチのタイヤ結構うまく、吸収をしてくれてますね。この辺りは多分16インチよりもいいだろうなと思います。逆にその路面のざらつきとかそういうところでいくと16インチの方がいいということなんで、できればそういう選択をユーザーに強いるのではなくて、両方いい結果につながるような足回りタイヤのセッティングチューニングですね、そのあたりができてくるともっといいなと思います。もう今時速20キロ30キロといったところなんですが、そこでのそのステアリングの重さ、これ、僕にはちょうどいいぐらいだなと感じるんですけれども、どうなんでしょうね。女性ユーザーが多い車だけにもうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと、僕は感じます。こういう、窓が大きくて、前だけじゃなくてサイドですね、この視界もとてもいい。ですからもっともっとこう狭い道とか、住宅街なんかに行ってもこの視界の良さというのは運転のしやすさにつながりますね。もちろん、ボディサイズが非常にコンパクトだということも含めてパッケージングの技術ですよね。これはとても素晴らしいと思います。これハイブリッドなので EV モードというのがあります。時速30キロまで行きましたけれども、まだエンジンかかってないですね。で、上り勾配なんですけれども、まだまだエンジンかけないで頑張ってます。はい、このぐらい、今ピピッと言ってエンジンがかかったんですけれども、これだと平坦路であれば結構これ EV モード、バッテリーの残量が十分な時であれば EV モード、結構使えますね。で、この車、もちろんそのホンダのフリードとガチンコ対決なんですけれども、軽自動車がどんどん増えていく中で、トヨタとしては軽にはできない7人乗りというのを武器に、もうその軽自動車マーケットに切り込んでいくと。今までその軽にどんどん流れていったお客さんをやはりこう引き戻す、そんな期待を秘めた車だと思いますね。僕としてはやはりそのこの車実際に乗って使ってみて、軽にはできないことがいろいろこうできるというのを実感できたので、やはりこの車、人気が出るのも当然だなと思いましたね。それでは安全性の評価に行きましょう。トヨタシエンタの安全性評価このようになりました。三角ですね。総合評価は頑張りましょうとなります。そして燃費で、ぐーっと加速をしようとすると、こういうエンジンの音が割と容赦なく入ってきてしまうんですね。もう少し、遮音性これを高めてあげるともっとご上質になるんですけどね。とはいえやはりこの車は、メインは街中で使う、そういうコンパクトミニバンなので、これから下道に降りて実力をチェックしていきます。一般道に降りてきました。今上り勾配です。ちょっとこの状態から加速をしようとすると、やはりエンジンがかなり仕事をするような状況になりますね。やはり上り勾配になると一般道でもそういう傾向が出てきますね。荒れた路面に入ってきました。こういうマンホールを乗り越える時のような大きくて尖った入力に対しては、この15インチのタイヤ結構うまく、吸収をしてくれてますね。この辺りは多分16インチよりもいいだろうなと思います。逆にその路面のざらつきとかそういうところでいくと16インチの方がいいということなんで、できればそういう選択をユーザーに強いるのではなくて、両方いい結果につながるような足回りタイヤのセッティングチューニングですね、そのあたりができてくるともっといいなと思います。もう今時速20キロ30キロといったところなんですが、そこでのそのステアリングの重さ、これ、僕にはちょうどいいぐらいだなと感じるんですけれども、どうなんでしょうね。女性ユーザーが多い車だけにもうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと、僕は
感じます。こういう窓が大きくて、まあ、前だけじゃなくてサイドですね、この視界もとてもいい、ですからもっともっとこう狭い道とか、住宅街なんかに行ってもこの視界の良さというのは運転のしやすさにつながりますね。もちろん、ボディサイズが非常にこうコンパクトだということも含めてパッケージングの技術ですよね、これはとても素晴らしいと思います。これハイブリッドなので EV モードというのがあります。時速30キロまで行きましたけれども、まだエンジンかかってないですね。で、上り勾配なんですけれども、まだまだエンジンかけないで頑張ってます。はい、まあ、このぐらい、あ、今ピピッと言ってエンジンがかかったんですけれども、これだとまあ平坦路であれば結構これ EV モード、バッテリーの残量が十分な時であれば EV モード、結構使えますね。で、まあこの車、もちろんそのホンダのフリードとガチンコ対決なんですけれどもではなくて、まあ、両方いい結果につながるような足回り、タイヤのセッティング、チューニングですね、そのあたりができてくるともっといいなと思います。もう今時速20キロ30キロといったところなんですが、そこでのそのステアリングの重さ、これまあ僕にはちょうどいいぐらいだなと感じるんですけれども、どうなんでしょうね、女性ユーザーが多い車だけにもうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと、僕は感じます。こういう窓が大きくて、まあ、前だけじゃなくてサイドですね、この視界もとてもいい、ですからもっともっとこう狭い道とか、住宅街なんかに行ってもこの視界の良さというのは運転のしやすさにつながりますね。もちろん、ボディサイズが非常にこうコンパクトだということも含めてパッケージングの技術ですよね、これはとても素晴らしいと思います。これハイブリッドなので EV モードというのがあります。時速30キロまで行きましたけれども、まだエンジンかかってないですね。で、上り勾配なんですけれども、まだまだエンジンかけないで頑張ってます。はい、まあこのぐらい、あ、今ピピッと言って、エンジンがかかったんですけれども、これだとまあ平坦路であれば結構これ EV モード、バッテリーの残量が十分な時であれば EV モード、結構使えますね。で、まあ、この車、もちろんそのホンダのフリードとガチンコ対決なんですけれども、軽自動車がどん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 増えていく中で、まあ、トヨタとしては軽にはできない7人乗りというのを武器にもうその軽自動車マーケットに切り込んでいくと、今までその軽にどん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 流れていったお客さんをやはりこう引き戻す、そんな期待を秘めた車だと思いますね。まあ、僕としてはやはりそのこの車実際に乗って使ってみて軽にはできないことがいろいろこうできるというのを実感できたので、やはりこの車、まあ人気が出るのも当然だなと思いましたね。それでは安全性の評価に行きましょう。トヨタシエンタの安全性評価このようになりました。三角、バツ、三角、三角、三角ですね、総合評価は頑張りましょうとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ289キロ走ってリッターあたり 14.5 キロでした。ともちゃんどうでした？はい、街乗りで扱いやすいサイズ感が良かったですし、なんか機能性も良くてすごく毎日使って楽しくなれそうだなって思いました。デザインも含めてね、楽しいなっていう感じのある車でしたよね。はい、はい、今回メーカーの方にスタジオにお越しいただいています。トヨタ自動車の貝川博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。貝川さん、今回の新型シエンタなんですけれども、はい、先代はすごくロングライフでしたよね。12年、はい、でそれを引き継いで出てきた、かなりこれまあ、スライドドアの小型のミニバンっていうコンセプト同じの方がいいということなんで、できればそういう、こう選択を、ユーザーに強いるのではなくて、まあ、両方いい結果につながるような足回り、タイヤの、セッティング、チューニングですね、そのあたりができてくるともっといいなと思います。もう今時速20キロ30キロといったところなんですが、そこでのそのステアリングの重さ、これまあ僕にはちょうどいいぐらいだなと感じるんですけれども、どうなんでしょうね、女性ユーザーが多い車だけにもうちょっと軽い方がいいんじゃないかなと、僕は感じます。こういう窓が大きくて、まあ、前だけじゃなくてサイドですね、この視界もとてもいい、ですからもっともっとこう狭い道とか、住宅街なんかに行ってもこの視界の良さというのは運転のしやすさにつながりますね。
もちろん、ボディサイズが非常にこうコンパクトだということも含めてパッケージングの技術ですよね。これはとても素晴らしいと思います。これハイブリッドなので EV モードというのがあります。時速30キロまで行きましたけれども、まだエンジンかかってないですね。で、上り勾配なんですけれども、まだまだエンジンかけないで頑張ってます。はい、まあ、このぐらい、今ピピッと言って、エンジンがかかったんですけれども、これだとまあ平坦路であれば結構これ EV モード、バッテリーの残量が十分な時であれば EV モード、結構使えますね。で、まあ、この車、もちろんそのホンダのフリードとガチンコ対決なんですけれども、軽自動車がどん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 増えていく中で、まあ、トヨタとしては軽にはできない7人乗りというのを武器に、もうその軽自動車マーケットに切り込んでいくと、今までその軽にどん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 流れていったお客さんをやはりこう引き戻す、そんな期待を秘めた車だと思いますね。まあ、僕としてはやはりそのこの車実際に乗って使ってみて、軽にはできないことがいろいろこうできるというのを実感できたので、やはりこの車、人気が出るのも当然だなと思いましたね。それでは安全性の評価に行きましょう。トヨタシエンタの安全性評価このようになりました。三角、パズ、三角三角三角ですね、総合評価は頑張りましょうとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ289キロ走ってリッターあたり 14.5 キロでした。ともちゃんどうでした？はい、街乗りで扱いやすいサイズ感が良かったですし、なんか機能性も良くて、すごく毎日使って楽しくなれそうだなって思いました。デザインも含めてね、楽しいなっていう感じのある車でしたよね。はい、はい、今回メーカーの方にスタジオにお越しいただいています。トヨタ自動車の貝川博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。貝川さん、今回の新型シエンタなんですけれども、先代はすごくロングライフでしたよね。12年、はい、でそれを引き継いで出てきた